はじめまして、おはようございます。ふめいです。さあ、今回も始めていきましょう。それでもう音量をさらに下げました。まあ、ここまで落とせばそんなにうるさくないかな。 You have once again entered the world of survival horror. Good luck. なんだっけ、一階はもう探索したんでしたっけ。まずい、忘れてるぞ。とりあえずインクリボンしまって、クレスト、あ、そっか、クレスト取ってもうはめちゃったんでしたね。だから次は2階を探索。どうしよっかな。はベレッタだけでいっか。まあ行ってみますか。ここら辺の敵は殲滅しましたよね。殲滅とは言えないか。奥に1体いるな。奥にチラチラ見えてるやつね。こっからじゃ見えないか。ここまで来るともうチラチラ見えてるんですよね、腕がね。さて、ここの敵配置は確か2体だっけ ?1 体だっけ ?1 体だけ、こっちいますよね。ん、あれ、いないんだっけ、ディレクターズカットって。クリス編だけってことですか。研究員の遺書、これはクリス編で確か読みましたね。さて、まずこのクソ重い水槽を動かすために水を抜かなければいけない。スイッチどこだっけ。あ、これがスイッチでいいんだっけ。こいつは一体どこに排水されているのだろうかというね。で、これをこっち側に押して、こいつをこっち側に押し込むことでこれが調べられるわけですね。はい、ムーンクレストの片割れをいただきました。他特にないのかな。ん？お、インクリボンじゃん。いいじゃん。あとは？こんなもんですかね。どうしようかな。ボックス近いし一旦置いてきますか。あ、その前にもう片方の扉でしたね。新しく配置されてるという、おお、そういうパターンでした。そんな感じだっけ。これは、お、ライター。これでもう持てないじゃん。やっぱりボックス行ってからの方が良かったな。あ、ベレッタのマガジンなら取れる。いや、してやられたな。そこに赤い葉っぱが置いてある。マジか。あれ、クリス編でもこういう感じでしたっけ。赤い葉っぱはさすがに欲しいぞ。さて、こちらでの配置は、うわっと、2体、嘘でしょ。あっちチラチラ覗いてるから、あれとはまた別。どっから湧いた、あの2体。どうする。体力を犠牲にしてでも赤い葉っぱ取るか。さすがにもう行かない場所で
銃弾を使うのはもったいなさすぎる。まずインクリボン、この緑の葉っぱと赤い葉っぱを組み合わせたい。で、ライター、もうちょいいいか。まだしまっとこう。で、ムーンクレストもしまっておくとして、調合、どうしよっかな。やっぱナイフいらないかな。いや、持ってこう、念のため。ナイフで戦ってみるか。どうせもうあのマップには行かないし。片方でも点灯させることができれば、あとはもう片方の隙を伺ってドアへと向かえるはず。まあそううまくはいかないか。これですね、この例の裏技。あ、いけそう。いけそう、いける。よし、よっしゃ。ナイス。ナイスだ、ゾンビくんども。いいぞ。はい、赤い葉っぱ。もうこれで、ん？あ、ジルの場合これ逆手持ちなんだ。へえ。まあいいや、行きましょう。まあここはね、配置が分かっちゃえばね、その突っ走って抜けられるんでね。ああ、どうすかな、あっちも気になるな。回復アイテムあるし、ナイフで挑んでみる。いや、めんどくさいな。どうせ後で。ハンターが出た頃にいなくなるわけだし。その時でいっか。あ、待てよ。緑の葉っぱ確か1個取ってなかったですよね。あの、リチャードがいる場所。そこの葉っぱと、この赤い葉っぱを組み合わせて全開アイテムにしちゃいますか。そうするとこれはもういらないな。しまっておこう。キーマリ、行きましょう。確かその、この次郎家のゾンビは一体を残して倒したはずですよね。このドアを出て右手側の奥にいるゾンビ一体、あいつだけを残して残りは倒しちゃって、入る、逃げる。こっちも倒してないんだっけ。そうだっけ。マジか。マジか。あ、どうぞ。押しすぎ。で、スイッチ。あれ、ここだっけ？片割れ。あ、違うな。確かここエンブレムか。エンブレムですよね、確か。ここにあるの。ですね、はい。どうしよっかな。じゃあ、エンブレム手に入れたことだし、エンブレムも使ってきちゃおっかな。あ、ダメだ。これはダメだ。おっ、デンジャー。ほんと体力ないわ、ジルさん。
そう、持ちきれなくてここ1個残してあったんですよね。いないよね。こっち側にいるとかないよね。よしよし。ほんと怖いな。で、どうしよっかな。下から？上から？下から行くか。下行って、あ、待って、待った。上に像があるから、そっち落としてからの方がいいか。うん、持てるしね。まず上にある像を落として、宝石も回収してしまいますか。あれ、宝石だっけ、はまってんの。なんか違った気がする。まあいいや、行ってみればわかる。さて、ここのゾンビは何体？何体だっけ？ 3 体ぐらいいるんだっけ。あ、すごく見やすい。とりあえずこいつだな。道は開けておきたい。ナイスクリティカル。で、あっちはとりあえず無視でいいとして、ん？あ、そっち側に行ってたの、あいつ。どうしよっかな。だったら2体まとめてこっちに引きつけたいな。おいでー。あいつ、あいつ、ちょ、あいつ、待って、あいつ、あいつ、嘘でしょ。 そんなんありか、そんなんありか。ありか、そんなん。 一体そこにいるんですよね。だからこっちをうまく引きつけて、でも今囲まれてる状態なんだよな。めんどくさいな。広いところを利用して回避しちゃうか。あ、嘘、嘘。いける。君ならいける、いけるぞ。よし。そしてやっぱりハマってたのは宝石じゃなかったですね。ちゃんと2体とも来てる。あ、来てるな。よしよし。それでは私は大回りして抜けさせていただく。じゃあね。だと道開けた意味ない？いや、意味はあるか。待てよ。あれ、今持ってる鍵で、ピアノある部屋って開けられましたっけ？あれ、開けられなかったっけ？どうだっけ？悩ましいな。どうする？とりあえず開けてみる。よっ、あ、キーピックか。なんだ、キーピックで開くんだ。へえ。 私の懸念が一気に吹き飛んでしまった。鍵など関係ない。キーピックってアイテム欄にないですよね。
特にアイテムはなしかな？なさそう。なんだ。じゃあこのまま行っちゃいますか。はい、楽譜。角度が。もうジルはベートーベンの月光だ。ジルは素のままピアノ弾けるんでいいですよね。ピッキングもできてピアノも弾けるって手先が器用なんですかね。ここはこれしかないんだっけ。葉っぱとか置いといてくれてもいいのにね。わざわざ閉まるまで待たなくてもいいんですよ、ジルさん。なんか心なしかクリスよりも移動速度が速く感じるんですけど、私の気のせいなんですかね、これは。どうなんだろう。あ、こっちか。で、鍵をさらに一つゲット。鍵で開く部屋はどこだっけ？ん？待って、鍵じゃなくないあれ。待って、これ宝石じゃない？誰こんなところに宝石隠したの？まあいいや。ともあれキーアイテムを手に入れたことに変わりはない。さあ行きましょう。こっちか。向こうから鍵。結局上行かないとダメなんじゃん。マジか。マジですか。そういうあれだっけか。まあ道は開けたんでね。あとはどうだろう。通常版と同じだと、扉を抜けた先にいるゾンビは遺産入ってくるだけだと思うんですが、違うかな？違ったっけ？クリス編でどうだったっけ？あれ？どうだっけ？まあいいや、走り抜けてみよう。あ、嘘。抜けられなかった。どうしよう、いけるか、いけるのか。うわ、ちょっと、思ったより近かった。でもまあ、場所が悪すぎる。一体だけハムハムしてくるのね。いや、あっちの奥のゾンビはわからないけど、ショットガンで頭吹き飛ばした方が早いかな。うわ、やっぱり。そう、ここケルベロスに変わってたんだ。直前で思い出してよかった。はあ、とりあえずケルベロスはベレッタとナイフで処理しますか。で、調合したハーブ、なんかガンガン減ってくな。あと必要なのは除草剤かな。除草、いいか。このまま行ってみますか。
ここの犬は邪魔そうなので殲滅しましょう。またまたまた。奥に一体でしょ。ナイフナイフ。あ、ちょちょちょ、先制攻撃ダメ、しんちゃん。く、画面の切り替わり、この、あ、ちょっと違う、そうじゃない。あー、もうやだ。ベレッタで行く。ベレッタで先制攻撃。クリア、クリア。ふう、念のためベレッタで行った方が確実ですね。どうだろう、他は蛇行運転で。いや、念には念を。いる？これから来るのね。あ、なんだ、じゃあ1体ずつ処理できるじゃん。あ、死んだ、早っ。なんだなんだ、意外と簡単に処理できるわ。これは避けることを考えるより処理することを考えた方が楽そうですね。ほら来た。うそ、なんで当たらない今の。まったくもう無駄なダメージと無駄な弾が。ここ開くっけ。開いた。ここには、お、いいですね、いいですよ。クリティカルってゾンビ以外にも出るのかな。あ、コルトパイソン、ここだっけ、ここだっけ。コルトパイソン早いな、もう手に入った。でクリスと違ってね、キーピックで開けられるのがいいですよね。おー、ショットガンの弾、うるおうっていうか、アイテムらいっぱいになっちゃったんだけど。一旦アイテム整理しましょう。とりあえずまずはショットガンに弾を込めたい。コルトパイソンをどうしようかな、どこに預けよう。ここら辺に突っ込んどくか。でショットガンを取り出しの、玉子めのこいつをぶち込むと。コルトパイソン、こんな感じかな。てか正直これクリティカルが発生する分、ある意味通常版よりディレクターズカットの方が楽なんじゃないかなとも思うんですよね。ただアイテム配置がめんどくさいとかそういうだけで。2体か。どうしよう、どうしようかな。まず1体倒そう、まず1体倒す。クリティカル来い。ダメだ、ナイフで狙ってる余裕はない。どうすかな。いや、やっぱり1体だけで良さ。いや、2体とも倒すか、邪魔だな。あ、弾がガンガン減っていく。うそ、そりゃねえでしょ、それはずるいわ。
わ。行った？よし。今のはないわ。で、次、こっち。確かここいたような気がする。まず通り抜ける。いないっけ？ここ鍵だよね。キーピックで開くんだ。こっちも開けちゃえ。ここいないっけ？じゃあ行ってみる。あ、何もいないんだ。じゃあ入っちゃえ。まず青い、おどどどどどどど、青い宝石を使って何手に入るっけ。ここでクレスト手に入るんだっけ。あ、鍵か。ほんほん、鍵ね。どどど、ベレッタ、うんうん、で、どうしよっかな。アイテムいっぱいになってきたな。除草剤、向こうにあるのが確か緑が3つの赤が2つだから、うんうんうん、あ、多分全部持てるな。あ、違う、キーアイテムも1個あんだっけ。やっぱり1回引き返してアイテム整理してきます。とりあえず、ナイフとベレッタのマガジンを置いてきました。これだけ空きがあれば多分十分だと思います。やっぱ2体とも倒しといて正解だったな。ここに1体いたのを忘れていた。おいでおいで。おいでよ。僕が華麗にかわしてあげる。うん、さてさて。モンスタープラントさんですね。全部拾っちゃおうぜ。あと赤い葉っぱも2つあるよね。ん？待って、ディレクターズカット版の場合全部緑だっけ。マジか。ああ、よかった、赤もあった。赤もあるってことは、結構お得感がありますね。緑4つに赤2つ。へえ、元からそんなでしたっけ。だいぶいいな、だいぶいいぞ。潤う潤う。これで全部か。で、はい、クレスト。さて、これであと2つかな。こっち側は何にもないもんね。はい、では戻りましょう。で、こっちから来ると配置がよいしょ、ここになってるんですよね。で、アイテム整理してきます。とりあえずショットガンを護身用に引き出してきました。まあ、ほんと護身用なんで弾とかはいいかなと。まあ言っても弾2発しかないけど、ナイフよりショットガンかなって。
敵いないよね。でベレッタのマガジン、あ待てよ、そこ開いたところにショットガンの弾あったっけ。いやないな、確かなかった、ディレクターズカットではなかったはず。多分ない。あ、いや、ある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 。あるんだったら倒してでも奪う。まだ引っかかってない？ベレッタでよくない？あー、悩ましい、悩ましいぞ。体力を取るか、弾を取るか。けけけけけけ。あれなんかこっちにも弾ない。あ、気のせいか、それは気のせいだった。まあ5発で済んだからとりあえずよしとして、一応こっち来たし飼育員の日記は拾っておきますか。有名、有名どころ。まあクリス編で読んでるのでこっちで改めて読みはしないですけど。で、あと行くべき場所は、ああ、鍵が手に入ったから、上があれで、下が、そろそろリチャードのとこ行かないとダメですかね。リチャード、どうすかな。そろそろ弾も溜まってきたことだし、ショットガン一発使って、あのリチャードがいる部屋の前のゾンビを片付けちゃいますか。片付けつつ向こうのアイテムボックスに行って、アイテム整理をしていきましょう。銅像から取ったよね、拾い忘れてないよね。拾い忘れてた、拾い忘れてた。あ、ってことはもうクレスト揃うじゃん。よかったよかった、もう完全に拾うの忘れてるし。よかった、思い出して、よかった。ほんとジル編だとサクサク進みますね。あれ、あっちの部屋、鍵待って、ちょっと降りて、登ったところ悪いけど降りて。アイテムとかなんかあったっけかな。つってもアイテムらいっぱいだし、とりあえず鍵開けるだけでいっか。はい、捨てます。どうすっかな、この状態だと何かしら拾えるかな。どうしよう、どうしようかな。いや、後でアイテム整理してから戻ってきます。で、ここのゾンビを片付けつつ、嘘、もっと、うわ一発無駄にした。距離感がもったいな。はい、アイテム整理してきました。ショットガンの弾を入れてね、スタークレストを置いてね。で、なんでお前ここにいんのって思うかもしれませんが、
ちょっと気が変わりましてね、こっちを先に探索してアイテムをかき集めてこようかなと。でその後にリチャードのところに行こうかなとね。やっぱいるな、ショットガン。一体だけと油断しているともう一体奥にいたはず。お、ナイス、ナイスショット。で、ベレットマガジン。そっちか、そっち側にいるのか。腕が取れた。あ、死んだ。よし。で、こっちに確か、そう、鍵のかかった机。お、ショットガンいいですね。いいですよ。悪くない。腕取れたとこにも血が。で、この部屋には灰刷り？あれ、ディレクターズカットだと違うんだっけ？あ、普通にゾンビがいた。んで、特に変わったところはない。お、葉っぱがある。葉っぱ、葉っぱ。葉っぱ2個もあったんだっけ？で、ここは？お、なんかある。インクリボン。インクリボンはいいかな。うん、ちょっとアイテムも持てないんでいいや。で、クリス戦で確かコスチューム部屋そのまま入れたんで、多分やっぱりジル編でも入れる。うん、ディレクターズカット版だと鍵が必要ないらしいですね。お、これは。調べられない。お、サイズのぴったりなものがある。サイズが合わない。いや、それ以前にどう見ても男物女物ですよねこれ。なるほど。まあコスチュームチェンジはしないですけどね。さて帰りましょう。インクリボンはわざわざ取りに来るまでもないです。いらないです。いっぱいあるしね、毎回余るしね。じゃあ次はリチャードのとこですね。さて、ついでにアイテム整理してきました。まあ、あっちの部屋入れたかどうか覚えてないんですが、とりあえずライター持ってね。あ、生きてる。リチャード、What happened? リチャード、どうしたの？この館、やばい。とんでもない化け物がいるぜ。Ouch! You're wounded. その傷は一体どんな化け物に？とてつもない蛇だ。しかも毒蛇とはな。Poisonous? 毒、しっかりして。Richard, hold on. There is serum. 血清を。Oh, no. 血清を見つけたんだが。I should have brought some with me. No problem. 任せて私が行くわ。I'll go and get it. Thanks. すまない。確かクリス編の時すでに死んでたんですよね。だからこっちでももう死んでるのかと思ってましたよ。まあ場所は知ってるんでいいですけど。だとすると装備品を変えるか。ベレッタ、いや関係ないか、どうせ戦闘しないしね。
というわけで結成を取りに来ました。ここですね。はい、結成いただきました。とまあこんな状況ですが、まあせっかくセーブ部屋に来たんで、ここでセーブして終了としましょう。リチャードさん、次回まで我慢しててくださいね。もう仲間のピンチなのに平然とセーブしてみせるジルさん、いやーやりますね。では次回また。カメラが変わるギリギリのラインですか、ここは。うん、それでは次回リチャードさん救出劇ということで、ご視聴ありがとうございました。またねー。